もオチです。今回はですね、こちらつぶつぶからでセレクトボックス全12種また弾いていきたいと思います。今回のつぶリストはこちら、前回と全く一緒なんですけど、前回ですね一体も卒業させることができませんでした。確率の方もですねこちら変わらずですね 16.67% で、今回はコインを255万コイン貯めたので合計85回引いていきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。85回でコンプリートできるのかな。今回全体的にねすごく低いんですよね。レベルがニックとかでも4になりましたね。今4になりました。やっと4だもんね。前回何万コインだっけ、100ちょっと確か使ったんですけど、まだねスキルレベル3のキャラクターが残ってるという状態でした。でまぁ、今回追加でまた貯めたんですけれども、いやどうだろうな、なんか卒業できる気がしないんだよね。さあ次はどうだ、じゃじゃんと。もう今回ね週末もずっとコイン貯めをやっていて、なんとかここまで貯めたんですけど、まあ全部卒業できなかったら今回はしょうがないかなと。ちょっとね全体的にあまりにも低すぎるよね。はい、さあ次行きましょう。さあ次はじゃじゃんと。なるほど、30種ドナルド、おー、スキル5の 43%。 まあ今回ね全部とは言わなくても何体かだけでもいいから卒業させたいよね。はい、ソフィアがスキル4の 71% ですね。さあ次はどうだ。なるほど、そう前回ね警察官ニックがすごくねレベルが低かったので、まあ、今回ね警察官ニックスキルマとは言わずスキル5までは持っていきたいですね。はい、キュートエルサー、キュートエルサーはまあまあ育ってますね。さあ次はおー、いいですねいいですね。だって前回警察官ニック全然出なかったんですけど、別にね修行どころでも何でもないんですよねこのキャラクター。ただただ出なかったっていう感じなんですけど、うーん厳しいね。まあ、今回ねまたまあいつものお得意の徹夜でコインを、まあ、週末やりつつ今回ね徹夜でプラスアルファで貯めたんですけど、ちょっとね限界でしたねこれが。3日間ぐらいしかないと、3日間かなしかないとね、なかなかね250結構きついね、ギリギリでしたね。うーん、はい次、おーいいですね、ドナルドが 50% までいった。ドナルドは卒業できるかな今回、どうだろう。お、めっちゃ出てくる30種ドナルド、いいですね。まあ、主要どころで、ね、このマジンジャファーもできたら育てたいんですけど、マジンジャファー全然出てこないんだよね、なんでだろう。やっぱこの上に出てきてるこのアイコンのところに出てきてるキャラクターっていうのは、まあ、基本的には出づらいと思うんですけど、もう2体はね卒業してるので、マレドラとあとホーンドキングかなは、まあ、卒業してるんですけどね。うん、はい、警察官ニックスキル用の 50%、 もうちょっといいですね。そして残り200万コイン、50万コインはもう使い切りました。おわ、やっと出た。おわ、やっとマジンジャファースキル5になった。マジンジャファーもね結構ねレベル低かったんですよね前回。はい、おお、30種となるとめっちゃ出てくる。さあ次行きましょう。まあ、今回ね250万つぎ込んでるんで、なるべくね卒業させたいんですけど、まあ、ご覧の通りね今やってる感じでも結構低いんですよね。だからねどこまでいけるか。おお、やっとソフィアもスキル5になりました。さあ次、スキル5からがねハードルが高いですからね。はい、警察官ニック警察官ニックスキル5いってほしい。なかなかいかないけど、ソフィアまでスキルレベル5のできれば 50% ぐらいまでいっていれば、次また再登場した時に卒業させやすいですからね。はい、30種ドナルドスキル5の 75%、 もうちょっとドナルド卒業できるかなこれ。さあ次はじゃじゃんと。おお、いいですいいですね、なんかめっちゃ出てくるね30種ドナルド。
スキル5の 81%。 いい感じいい感じ、もうちょっともうちょっと。さあ次はじゃじゃん、わあやっときた、ピートも結構低い蒸気船ピートですね。さあ次はどうだ、31となると、もうね、できたらね、先にチャッチャとね、卒業させられるものはさせたいですよね。さあ、次行きましょう。さあ、次は、じゃじゃんと、おー、主要どころ来た、スキル5の 5%、5% 上がりか、魔人ジャパン。いやー、ってことは、20体は必要ってことだね。ついね。はい、30シードナルド、スキル5の 87%。あと2体かな、30シードナルドは。さあ、次、じゃじゃんと、おー、来た来た来た、警察官ニック 75% まで来た。もうちょっとでスキルレベル5。さあ、次は、じゃじゃん、ソフィア。いいですね。警察官ニックだけがなんであんなにレベル低いんだろうな。さあ次、おお、いいですねいいですね、やっと出てくるようになった。あと1体でスキルレベル5ですね、警察官ニック。さあ次はジャジャンと、おお、ソフィア。急に、そう毎回そうなんですけど、もうちょっとで卒業っていうキャラクターってなんか途中から急に出てこなくなること多いですよね。今 30C となると全然出てこなくなっちゃったもんね。さあ次、残り150万、早い、貯めるのはめちゃくちゃ大変だけど。キュートエルサ、おお、 50% まで来た、もうちょっと。さあ次はドン、おお、しよ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 し、あと1体、30シドナルド、あと1体ですね、もうちょっともうちょっと。さあ30シドナルド来い、あー来ないか。そんなに勝て続けにはさすがに来ないですかね。はい、次行きましょう。さあ次はドン、うーん、おお、まあ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 、警察官ニックもこれでスキル5にはなりましたね。とりあえず今回のキャラクターたちは全てスキル5にはなったのかな。はい、エルサですね。まあね、スキル5からがね、ハードル高いからね。さあ次は、押し切った、30シドナルドが卒業、やっとセレクトボックス、今回のセレクトボックス1体卒業させることができました。まだ1体だよ。これだけやっててまだ1体しか卒業させてないっていう。はい、蒸気船ピート、次に卒業させやすいのはどれだろう、キュートエルサかな。はい、ソフィア、どんどん引いていきましょう。さあ次はじゃじゃんと、キート、ピートも 50% ぐらいまではね、最低でも持っていきたいよね。さあ次、ドン、おお、またピート、いいですね。ピートも 5% 上がりなんだ、厄介だね。さあ次はソフィア、ソフィアは 5% じゃないから助かる。 5% 上がりのキャラクターはほんと大変だよね。はい、ピートがやっとスキル5の 50%、 あと10体かなピート。さあ次はどうだ、おー、来た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 、キュートエルサが 71%、 次はこれかな、このキャラクターが卒業させやすいかもね、一番ね。はい、次行きましょう。さあ次はキュートエルサは 5% 上がりじゃないからね、結構早い段階で卒業できるんじゃないですかね。警察官ニックが 6% になった。そして残り108万コイン、ドン、ソフィア5の 42%、 もうちょっと、あと1体でソフィアも 50% ですね。さあ次はじゃじゃんと、おお、来た来た、連続ですね。ソフィアがスキル5の 50% まで来た。できればね、どのキャラクターも5から5の 50% ぐらいまでは平均して上げておきたい。はい、ピート、さあ次、さあ次はじゃじゃん、警察官ニックが 12% か、いやきついな、警察官ニックきつい。レベルが低すぎた最初の。ソフィアも確かスキルレベル3から始めてるんだっけかな、結構育ってますね、あれ違かったかな。さあ次はじゃじゃんと、うわやっと来た、ここで魔人ジャファー出づらい、 10% か、やっと 10% だ。さあ次はドン、おお、ソフィア
ソフィアも今回で卒業させることできるかな。結構育ってますね。さあ次は蒸気船ピート。どうせだったらね、極端に何かのキャラクターで偏っちゃって、なるべく多めに卒業させたいですよね。さあ次は、おしおしおし、いいですね、いいですね。キュートエルサ、あと何体だ、2体 ?3 体さあ次は、じゃじゃん。おー、なるほど。71% まで来ましたね、ソフィアも。そして残り78万コイン。さあ次は、おーっと、ピート。ピート 5% だからな、今回卒業厳しいかもね。さあ次は、じゃじゃん。よしよしよし、いいですね、いいですね、いいですね。あと2体。キュートエルサ、あと2体。もうちょっとだ。さあ次は、ドン。おー、連続連続、いいですね、いいですね。ラストあと1体、キュートエルサ。これだけ引いてて、やっと2体目が卒業できるかできないかっていう状態だもんね。ああ、間違えた。さあ、次行きましょう。次はどうだ?じゃじゃん!警察官ニック。いや、今回のセレクトボックスはハードルが高い。さあ、次は、ドン!おー、来たー。キュートエルサ、これで2体目ですね。卒業しました。やっと2体か。やっと2体で、残りが63万コイン。全然ダメだね。全く足りてないわ。さあ次、警察官ニックですね。なるほど。いや、今回はちょっとレベルが全体的に低すぎた。じゃじゃんと、おー、ここで警察官ニック連続。確率がちょっと上がったから出やすくなったのかな。さあ次、どうだ?ドン!警察官ニックめっちゃ出てくるね。前回まで全然出てこなかったのに今回すごい出てくるね。さあ次は蒸気船ピート。あー、もう 5%、 あと 30% か、あと 30%。 だいぶ終わりが近づいてきました。ピートも、まあね、蒸気船ピートはね、なんだかんだちょこちょこ再登場してるので、ソフィアもね、確か結構再登場してるんじゃないかな。 5の 78%。 ソフィアだけでもいいからあと1体卒業させたい。さあ次は、おお、いいですね、いいですね、いいですね。あと2体、ソフィアあと2体で卒業。きたーさあ次、ドン。おお、連続してソフィアが出てきました。ラスト、ソフィアあと1体、いい感じ。さあ次は、どうだまあ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 、もうマジンジャパンは絶対卒業しないからね、今回ね。ソフィアだけでもいいから卒業させない。おし、きたー。はい、ソフィアもスキルマンになりました。これで3体目ですね。あと3体か、苦しい。そして残り36万コイン。さあ次は、じゃじゃんと、蒸気船ピート。 75%。ピートはどうかな、今回卒業は厳しくないかな。でもすごい出てくるね。 80% まで来た。あと4体かな、ピート。あと4体いけるかな、どうだろう。おー、マジンジャファーだ。マジンジャファーはね、どちらかというと今回出づらいからね。ピートと警察官ニックで言うと、警察官ニックの方が出やすいよね、多分ね。なんかここに来てマジンジャパーがすごい出てくるんだけど。なんでマジンジャパー今回はいいよ、もう。ちょっとマジンジャパー抑えて、他のキャラクター卒業させちゃいたい。さあ、次は、よしよしよし、いいですね、いいですね。ピートがあと3体ですね。3体、まだいける。まだいける、3体だったら。さあ、次は、ドン!あー、警察官ニックか。なるほど。いや、ピート、あと5回、5回、あと5回で3体。難しいか。うわ、警察官ニック出てきた。ここに来て。あ、でも 50% までは来たね、警察官ニックもね。いや、まんべんなくじゃなくていいから、ピートだけ偏ってほしい。さあ、どうだ。うわ、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 うわ。ニックめっちゃ出てくるようになった。残り3回、もう全部ピートじゃなきゃダメって、すごくハードルが高いけど。さあ、どうだ。ピート来い。うわ、ダメか、厳しいか。
どれも卒業できない中途半端に育っちゃったねこれね。さあ次はじゃじゃんと、なるほど、ここに来てマジンジャパンなんかすごい出てくるようになったね。はい、そして最後ですね、ラストいきましょう。せめてピートあと1体ぐらい出てくれないかな。さあいきましょう、最後のツムマこれだ、来いピート。うわー、こっちか、マジンジャパーで最後を飾りました。なるほど、なんともなんとも微妙になんか最後平等に出ちゃったから卒業させられなかったね。はい、というわけで今回セレクトボックス引いたんですけど、いやーピート惜しかったなー、もうちょっとでしたね。どちらかっていうとマジンジャファーとニックはもう絶対卒業できなかったから最後出ないで欲しかったね。それはでも難しいか。はい、というわけで今回のセレクトボックス最後までギリギリコイン稼ぎしたんですけど、ちょっと中途半端でしたね。いやーでも厳しいな今回のは。残り3体でしたね、全部卒業させることはできませんでした。難しい。まだまだコイン必要だったね。次は新ツムの確率アップなんですけど、ちょっとそれはスルーしてまたコインの方を稼いでおきたいと思います。じゃあ今回はここまで、チェでした。なんかピーポーピーポー言ってる。いやー卒業させるの難しいなセレクトボックス。